皆さんこんにちは、伊藤圭です。今日のピアノ上達のお話はレガートについて取り上げたいと思います。以前結構前の動画で本当に、ね、小さい子向きのレガートの弾き方、また目に見えるレガートの弾き方っていうので、重さ、はかりを使ったあの練習法っていうのをご紹介しましたが、今日は実際に曲の中でのレガートの作り方についてお話をしていきたいと思います。一つ気をつけていただきたいのが、例えばこの今日を取り扱う曲で作るレガートが全ての曲に 100% 当てはまるかって言ったらもちろんそうではないので、いろいろなレガートの作り方っていうのが、弾き方っていうのがあるので、ぜひご自分が弾いてらっしゃる曲のここにはこれが使えるなとか、ここにはこれが使えるなとか、適材適所にレガートの弾き方をいろいろと試して、そこに合ったものをぜひ見つけていっていただきたいなと思います。今日はブルグミューラーの25の練習曲の中から3番のボッカを取り上げたいと思います。ボッカの冒頭部分をちょっと弾いてみます。この冒頭の2小節の8分音符12個のね、このフレーズなんですが、まず気をつけるポイントの1つ目は、それぞれの音を独立したアタックで弾かないっていうことです。で、いくら自分の音と音をつなげてるからレガートになってると思って弾いてる人で、一本一本の音をもうそれぞれ違うアタックで衝撃をかけて弾いてる人こういう感じなの、わかる？なんかこれがプツップツッっていう音と音がね、別に音と音の間に切れ目があるわけじゃないけれども、レガートに聞こえないのわかりますか？こうやってなってるね。気をつけるポイントは、この例えば12個の8分音符をレガートに弾きたいって思った時に、そのフレーズにかけられる重さをきれいに12個にこう配分していくわけ、力をね、配分していくということが必要です。で、それは別に12個均等に、例えば10、10、10、10、10グラムってやっていくんじゃなくって、もちろん山あって下に降りてきたりとかもするから、ここは 10g、15、12とかね、それぞれそれは別々の重さがかかるとは思うんだけれども、一個一個10、10、10、10っていう風にそれぞれ独立した重さがかかるんじゃなくって、例えば何か12個だから120g の重さをかける中で、全体としては 120g だけど、それぞれが例えば10であったり、そこが1個が8であったり、2であったりとか、その配分をトータル120になるように作っていくっていう、そういうね、考え方です。120じゃないかもしれないよ。その 120g で決めてるわけじゃないけれども、わかりやすく12個の音符だから、ね、トータルが 120g だとしたら、それをどうやって配分をしていくかっていうことです。だから、1個の音で 10g パッキング、10g パッキング、10g パッキングってしていくんじゃなくって、全部詰め合わせて120っていう風にするのがレガートのイメージの仕方ね。その1個1個の、独立したアタックで弾かないっていうことです。気をつけるポイントその2は、5本の指の中の重心運動を滑らかにするということです。で、もちろん上上がって下がって、上上がって下がってみたいなね、そういう動きをするんだけれども、その1にかけてた重心が次は2に乗っかってね、なんか重りの玉が指の中に入ってたら、それが今度3に引き継いで、それを4の方に重心が来て、またそれ1に戻ってきて、ま
またそれが3に戻って、今度は2に行って、5に行って、3に行って、2、1、2ってこうやって繋がっていくんだけど、それぞれがストン、ストン、ストンってボールが落っこっちゃうんじゃなくて、球が、重心の球が、こう自由自在に5本の指の中を動いてるっていうようなイメージでね、弾くといいと思います。で、その時に、ピアノってどうしても鍵盤を下に押すものだから、みんな押す、押す、押すっていうことに一生懸命になってるんだけれども、それよりも、まあ、それもちろん大切なんだけど、指の先で鍵盤から自分でこう跳ね上がってくる力をしっかりと感じて、自分の、指先でこう押し返しているっていうようなイメージありますか？もうただね、押してるだけっていう人がちょっと最近多すぎて、ね、生徒さんにも多すぎて、その、ね、鍵盤からこの指先がこう押し返されてるっていうイメージあるっていうふうにね、お話をするんだけど、でプールで泳いでてこうターンするときに、みんな壁をこう足でもう一回蹴り直して進んでいくじゃない？それと同じように、イメージとしてはね、同じように弾いてる指が、からこう、鍵盤を指で押し返して次の人にどうぞっていう風に、指がこう渡していってあげるっていうイメージを持つと、しやすいです。レガートにね。重心移動であったり、指先のこの押し返しを感じるためには、手首がこうカキンって固まったままだとどうしても感じられないのね。この返ってきたこの押し返しを感じるわけだから。なのでいつも私が手首ぐるぐるやってとかって言ってるのは、しなやかな手首を持ってないとレガートに綺麗に、ね、弾くことが本当に難しくなっちゃうんです。なので腕をカキーンって固めるとか、手首がカチンって固まってるままに弾こうと思って、いくらレガートで弾こうと思っても、こういう感じになってしまうのね。だから重心移動スムーズに指の押し返しを感じるために、腕も自由に、ね、使えるようにリラックスをしながら弾きましょうというのが、ポイント2つ目でした。はい、ポイントの3つ目はそのしなやかな手首に関係することなんだけれども、手首がずっとこのままね、ずっとずっと常に同じ向きのまま同じ角度で、綺麗にレガートになるわけないじゃんで手首が一緒にくっついていくっていうのはどういうことかというと、この例えばソシドレってこう方向的にはこう右に進みたいっていう風になった時に、手首がお先にちょっとこう誘導してあげてるようなイメージ、ね、手首がこうやって動けば指先も必ず一緒にくっついてくるから、手首が先に動いてきたらもう絶対指はくっついてくるでしょ。スケールを滑らかに弾くコツで、腕とこう手首がこう先にね、こう一緒に動いていくっていうようなお話をしたことがあるかもしれないんですけど、それと全く同じ、手首がお先に失礼みたいな、こちらですよっていう風に手首で誘導してあげると、指はそのままそうですかって言ってじゃあくっついていきますっていうような感じでくっついてきてくれる。だから手首をね、この進行方向、その進みたい方向に手首を柔らかく滑らかにこう導いていくっていうのもね、ポイントの一つです。そうすると、こうやって弾いてた時とはね、全然音の響きが変わってくると思うので、もうこれ試してみてください。そしてね、今日のお話しする最後のポイントは、この前半部分の最後のこのオクターブのレーレーっていう跳躍なんだけれども、これが
あの綺麗に弾けてない人っていうか、綺麗に弾けてないことに気がついてない人も結構いるかと思うんですが、もうこれってもうね、あのピアノあるあるの弾き方だと思うので、いろんなことに応用ができるので、ぜひね、あの覚えていってほしいんですが、ピアノっていうのは減衰楽器なのね。音を1個この出したら、ペダルでこうやって伸ばしていても音はもうどん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 小さくなっていってしまいますよね。例えばバイオリンとかの弦楽器とか管楽器ね、クラリネットとか、それがもうどうしてあんなに綺麗にレガートが弾けるのかって、あの演奏できるのかって言ったら、その音がこうヒュッて弱くなることなく次の音に移れるから、すごい綺麗なレガートになるわけ。もううわーってこうつながっていくフレーズ、長いっていうような演奏ができるんだけど、ピアノってもう出しちゃったら、このハンマーがポンって叩いちゃったら、もう音は小さく、残念ながら小さくなっていくしかないのね。それって絶対そうだよ、ピアノが楽器がそういう楽器だから仕方がないんだけれども、例えばこのレーで弾くときに、これね、不転四分音符だから8分の6拍子の時、レーエーってね、8分音符3個分伸ばす風になるでしょ。で、このレとレを綺麗にレガートに つなげるためには、どっちの音が強いか、まあ皆さん分かると思うんだけど、なんとなく気がついてると思うんだけど、レが1,2,3って伸ばした時には、だいぶレって弾き始めた、アタックをかけた音からだいぶもう小さくなってる、1,2,3で弱くなっているので、それと同じ同等の音量で高い方のレを弾かないと、そこだけレドンって出ちゃう、レっていう風に出るように聞こえちゃうわけです。で、自分としてはこのレ、低い方の親指のレと5の指で弾くレ、同じぐらいの音量で弾いてるからドカンと出てないって思ってるかもしれないんだけど、いやもうその高い方のレを弾く頃にはそのレの音ちっちゃくなってるからこれぐらいで弾いてちょうどいいと思わない？ね、ちょっとこれごめん、調律が同じアタックで弾いたら、こういう感じに聞こえるの。これって高い方のレがトンって出てるっていう風に聞こえちゃうでしょ。こういう2つの音、特に1個目の音を長く伸ばして跳躍かけたいなんていう場合は、その音がちっちゃくなってきた、ちっちゃくなってきた音に合わせて高い方の音を弾かないと、ドンって出ちゃってレガートをつながってるっていう風にね、聞こえない。それがもうピアノの、まあ、楽器としてのあるあるだと思うので、ぜひ皆さん2つの音でこう跳躍してレガート綺麗に滑らかに弾きたいなんていう場合はね、それを気をつけてみてください。はい、今日はレガートの実践編ということでね、実際に曲の中で、あのどんなレガートの弾き方、作り方があるのかというお話をしました。もうね、この他にもたくさんレガートの仕方ってあるから、もうぜひ皆さんいろいろもうやってみて、もう試行錯誤というか、もうこうかなみたいにもうやってみるしかないので、ぜひね、その作品に合ったレガートの仕方っていうのをお勉強していってみてください。Kチャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube の他にも SNS、Twitter、ブログ、インスタなどやっています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。